植田日銀総裁の会見が終わりました。物価上昇で国民生活が破壊され、どうにかしてくれという国民の声が沸騰しています。まず政策金利です。短期金利今はですね0から 0.1% という、非常にちょっとだけプラスという状況なんですけれども、0.25% 程度に引き上げます。実は日本の金利がこの水準になるのは15年7ヶ月ぶりと、もうそれまではずっと低かったんですね、それから2つ目、国債の買い入れを段階的に減額するということを発表しました。これは前回の会合で計画を今回発表することが決まっていたんですけれども、具体的にはですね、段階的に3ヶ月ごとに4000億円程度ほど買い入れを減らして、そして2026年1月から3月の時にはですね、たった今月間6兆円ほど買っているものを月に3兆円程度にすると、半減するというペースを話しました。これ3ヶ月ごとにこのぐらい減らすということを言ったことで、市場関係者に予見可能性、どういうふうになっていくかということをはっきりと示しながら減額していくということを発表しました。それからその今後の話なんですけれども、経済や物価の見通しが今のまま実現していくのであれば、引き続き政策金利を引き上げていくと。小沢一郎氏のコメントです。日銀がついに値上げを決めた。アベノミクスの敗北宣言である。11年という月日と途方もないお金を費やし、その結果円安による産業の衰退、関税バブルによる格差拡大、そして物価高による家計困窮と貧困拡大をもたらした。11年かけて壊した経済を立て直すには途方もない時間と労力がかかる。経済がさして落ち込んでない状況で物価上昇で全部解決と大騒ぎして、一時的、緊急的な対処療法として始めたのがアベノミクス異次元緩和。中毒性のある劇薬なのに、長期にわたり投与し続けた。結果、産業も市場も家計も一種の麻痺状態になり、ゼロ金利でしか立ち行かないほど脆弱化した。こうして経済が全く良くならない中、11年もダラダラとアベノミクスを続けた結果、デフレ解消どころか副作用の悪性インフレが進み、みんなが物価高で苦しむようになった。現況である異次元緩和をやめ、金融政策を正常化していくことで物価高を解消し、市場や産業を再生することはもはや不可欠。そこで問われるのは政治責任である。根拠に乏しい詐欺みたいな理論に乗っかり、11年間もかけて日本経済をめちゃくちゃにした。ただしに万死に値する政治責任を自民党はどう取るつもりかということ。私は知らない中で行われていたこととはいえ、道理的責任を痛感しております。深く反省いたすとともに、国民の皆様、そしてすべての国会議員の皆様に今日からお詫び申し上げたいと思います。